今回のマインクラフトはモブを狩れます。しかもただ狩れるだけじゃなくて、狩るとよくわかんないアイテムがドロップして、そのアイテムを使ってモブの防具も作れちゃいます。めっちゃオシャレです。あと最近 YouTube がチャンネル登録っていう新機能を追加したみたいで、なんとチャンネルに登録できるらしいんで、ぜひ押してみてね。そして高評価数3回いけるか。はい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 、やってきてまいりましたんだけど、見てこれ、これ見てこれ、俺今ハサミ持ってるんだけど、これは普通のハサミじゃないのよ。これは普通のハサミではないのよ。なんと今回はモブをすべて刈り取れる、剥ぎ取れる、どっちだ。木は素手でぶち壊す。モブを刈るってどういう意味かというと、見せてほしいんだけど、見せてほしいんだけど、これいるじゃん、この純粋なこの世界の厳しさを何も知らないニワトリ。はい、このよくわかんないハサミを使うと、いや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 、おいお前信号あなんか出たじゃん、なんか赤いんだけど、ズル向けだ、ズル向け、やばいやばいやばい。こんなか青色の染料、まあまあ違うのよ。こんな感じで今回モブを狩れるのよ。皮を狩る、剥ぎ取れる。お前終わったな、お前もう人生終わったな、お前一生赤いよ、許すな、赤いニワトリを。でしかもこのさ、謎のニワトリの顔みたいのが落ちたじゃん。これなんとね、めっちゃいるんですけど、お前らこっち来い、これめっちゃ取るじゃん、これなんと、これでこれ、これ取ると、おら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 、チキンチェストニワトリの防具やばくないかと。しかも落下速度、落下速度低下に、まあ要するにだよ、今回モブを狩って、そのモブから出たこのよくわかんない変なやつで防具とかが作れて、しかもなんか変なエフェクトがついてんのよ。おい豚もいるぞ、ちょっと待って、せっかくだからね、フルいっちゃう、これフルいっちゃいますよ、これ。あ、なんかおー、やばい、全身ニワトリ男、確かに豚もねいけんのよ。おいお前豚、いや、お前なんか色が、色素が落ちた、色素。あ、で結構取れんな、7個とか、一気に7個とか取れる。お前こっち来い、お前。13個。20、もう22個。この頭めっちゃ良くない？で、ニワトリはさ、落下速度低下じゃん。で、豚なんだこれ。豚のヘルメット来た。これは何？お、え、えぐいんだけど。しかも今気づいたんだけど、これ防具一つつけてれば効果出る。あ、もうこれダメだ。いや、俺的にはこっちの方がいい。こっちの方が絶対、これ最強だろ、この顔。で、こういうことよ。うえー、ニワトリ豚男に殺される羊。てか、いろんなモブ飼って、その防具着れば、もうなんかいろんな効果も発動するし、めっちゃオシャレな男になれるっていうね。一石三十鳥。村ないかな、村。こんなことある？こんな、村ないかなって言った瞬間、村出てきたんだけど。え、これね、どえらいことよ。なんでかっていうと、確かね、どこ行った？あいつどこ行った？いた！アイアンマンも剥ぎ取れんのよ。いくよ。こういうことあれ、なんで剥ぎ取れないんだ？シェイン！あ、剥ぎ取れた！なんか赤いんだけど。やばい。8個来た、8個。絶対強いでしょ、こいつの防具とか。まあ、なんか醜い姿になってしまったけど、もう許して。世界は残酷なのよ。どうしよう、ちょっと待てよ。こいつのチェストブレード作ろう。これもう絶対強いじゃん。なんか苔生えてる。で、何？効果ないんだけど。気づいたか分かんないけど、ハートが2倍になっておらっしゃいます。ハート2倍にしてくれんのか、お前。やるのはやる。じゃあ、ちょっと待てよ。豚ので足にし、おしゃれすぎる無敵の男になれんじゃん。じゃあ、ついでにちょっとパンツも作って、うわ、これ最高だ。これ回復するし。まあ、回復しなかったら意味ないけど、回復するし。ちっちゃこいつ、なんかちっちゃいんだけど。しかもこれ洞窟じゃないの、これちょっと違うわ。鉄いらないか、いるか。え、待って、エンダーモンの落とした。嘘でしょ、こんなことある。チータイムだけ、めっちゃいる。やめろお前ら、攻撃力上昇に勝てると思うんだ。このエンダー、めっちゃでかいんですけど、エンダーボーイ確かに取れるよ。シン、あー、めっちゃやばい、めっちゃ白くなったし、やらかした完全。エンダーモンいすぎじゃない、痛い。なんかすごい色になるんだけど。なんかナス。エンダーマンエキス8個あるし。まあ、多分だけど、俺もう予想してるんだけど、足じゃん。なんかあいつやばいんだけど。ナスが動き回ってる。あ、もうやばいよ、これ。どうなんの？どっか行けよ、お前。あ、そっか、ゾンビもできんじゃん、俺。シン！あー、なんか顔が、優しい顔。どっか行けよ、お前。エンダーマン？え？今テレポートしたんだけど、おお、わかりました。しゃがむとそこにテレポートできんだけど、なんか早すぎて2回テレポートするんだけど、ほら。でもめっちゃいい。おお、なんか空中にどんどん浮いてっけど、俺移動、落下速度低下2あるから、もう無敵、もう戻らない、もうめっちゃ早く移動できる。え、やばい、これチートだ、チート、もうチートすぎる、これ。待って、こんなとこにネザーゲートあるじゃないの。確かに金ブロックある。これよろしくないな、これ非常によろしくないな、これ。そうだ、ゾンビよ、これゾンビ。着れる服が限られてくるから、オッケー、じゃあ足作ろう。ゾンビの足は何？なんだ、俺のスキンと大して変わんない。何も出てないけど、何かしら効果あるんだろうけど、何も表示されてない。まあいい、後でいいや。
あ、もう間違えてテレポートしちゃう。はい、ということで銀ブログもらっていきましょう。これもう誰がどう見てもヤバい男。これさっきの洞窟どこに行ったか分かんないんだけど、これ新しい村じゃん。あ、待って、こいつ剥ぎ取っとくか一応。はいはい、お前赤い、お前よー、ダイヤ来い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 、ダイヤ来ない。あ、でも黒曜石めっちゃ来た。どうしよっかな、どこ行くこれ。ちょ、どこ行きますかこれね。しかもスポナーあんじゃん。何あれ、なんだ、なんだスポナー、なんだスポナー。お前かい、お前剥ぎ取れないね。お前こいつもう骨だから剥ぎ取れないね。もうこいつ剥ぎ取られてるから。筋肉あるでも。そう、ちょ待って、これやってみよう。これゾンビ。ゾンビ一体何なのか。はい、もうこういうテレ、あー、もうねえ、これさ、エンダーマンのテレポートめっちゃ厄介なんだけど。よくわかんない時に出ちゃう。今さ、俺分かった。なんでこいつは撃ってこないんだと思ってたらさ、多分これだわ。めっちゃヤサオだもん。ヤサオになった。まあでも許さないけどな。だからゾンビのこれは多分だけど、敵対してるモブをヤサオにしてくれる。いや、便利すぎですわ。あと多分もう残ってんのクリーパーだけなのよ。どこだクリーパー。なんでこのスケさんあ、いた。こいつ、あ、待ってよ、こいつなんか、これ来てない、なんか来てない、なんで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 。もう一回剥ぎ取るか、剥ぎ取るか。あ、バカ、え、やば、き、汚な、汚な、汚な、汚い、汚い、お前、うわでも剥ぎ取れた。汚い汚い。あ、やったね、やった。あ、やったわ。5個ゲットした、5個ゲットした。まあ、クリーパーもね、大方予想つくけど、絶対にこういうことよ。これつける、これつける。多分だけど、しゃがむと爆発する。あい、結構爆発するね。え、じゃあちょっと待って、これでさ、ブロックめっちゃ取って。しかも俺ダメージ食らわないから。あ、でもこれ楽じゃない？これ、こうやってやれば。うおい。待って、この頭作りたい、頭作りたい。あー、なんかやっぱ一番やっぱあれだね。ニワトリの頭一応面白いだわ。え、ちょっと待って、ちょ、どいて、ちょ、どいて、ちょ、どいて。何やってんだこいつ。このウーパールーパーも確かね、枯れるのよ。行きよ、行きよ、行きよ。こっち来い。わー、枯れた。ちょっと見て、ウーパールオウム街の、違う、ウーパールーパーの皮。なんだこれは、これはなんだこれは。うえー、ウーパールーパーのヘルメット。おー、おしゃれ、おしゃれだし、しかも、あ、なんだこれ。水中呼吸にいらな。うぅ、どんどん下行こう、男。やっぱ、なんか食らってんだけど、ダメージ。なんでこれあるわ。これ絶対。はい、来ましたね。来ましたね。こういうことなのよ。こういうことなのよ。もうね、匂いがするの。一個だけ一個。嘘でしょ、嘘、嘘でしょ、やめて。いやいや、またね、五条弾。お、五条弾をほらね。やっぱ、そういうことだと思ったのよ。はい、ダイヤゲッチュ。もうこの世界、用済みですね。こういうことよ。圧倒的な最強の武器を作る二つとも。求めらんない。待って、これさ、黒曜石壊せんのか。いくよ。壊せない、頑張れ頑張れ。壊せないっぽい、最悪だ。まあ俺ネザーでも剥ぎ取りたいから、早くネザー行こう。黒曜石ハンティングタイム。あ、もう、え、13個あんじゃん俺な。いつの間に、あ、そっか、なんか前ゲットしたんだっけな。あ、やべ、これダメだな、これ爆発する。こういうことよ、こういうことで。もう完璧、完璧すぎるね、完璧すぎる。圧倒的なネザー、マカチャカファイヤーもつけて行っちゃいましょう。ネザー、ネザー行っちゃいましょう。なんだここ。しかも、しかもさ、俺落下速度低下ついてるから見てこれ。もう、あ、やばいやばい。もうネザーに入って3秒でネザーを攻略した男で、これ怖いのは、これエンダーマンでテレポートできんだけど、壁の中に埋まったらどうするのこれ。一回やってみるか。ほら、なんか、ほら、危ないのよ。これリスク、リスク、リスクを犯したくない、俺は。エンダーマンの足は危険すぎる、ほんとに。うえー。バッシオンにあった、バッシオンにあったんだけど。で、気になるのは、あの、豚たちが、このゾンビのね、足を着てる俺を襲ってくるのかどうか。襲ってくるな、襲ってくるな、襲ってくるな。襲ってくるんかい、襲ってくるんかい。ノー。一応ね、最強の武器も作っておきましょう。これ大丈夫か、これ。まあでもね、2倍のハートあるからね、言うて、言うてもだよ。2倍ハートに勝てると思うな、お前。燃やすしかない、燃やすしかない。うぅ、もう出ない、お前ら。黙りろ。え、めっちゃいいじゃん。何これ。幸運1だって。ここにほら、金あり。ほら、美味しそうな。なんで金取らない。よいしょ。で、これ盗みましょう。エンダーボールもう来てんだけど、なんか調子いいぞ。なんか最近調子いいぞ。13個、もう10、もう1回な。あと1回来い。あと1回来い。あと1回来い。あと1回、あと1回。おいー、てやんぜい。あー、しかも、あ、ちょっと待って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 、あのね、あのね、剥ぎ取れるよ。ブレイズ。ブレイズ確か剥ぎ取れるよ。お前らこっち来い、お前。ぜ、あー、気持ち悪い。なんかピンクになった。これなるから、こういうことになるから。よし、これ取って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 、痛い。お前らこっち来い、お前。剥ぎ取ってやる。ピンクブレイズ、ピンクブレイズ。ちょっと、たんま、ちょっと、たんま。ブレイズ装備、いざ発動。見てこれ、なんだこれ、見てこれ、なんだこれ。こういうことよ。ブレイズブーツ。火炎耐性に、はい、来た。待って、これさ、頭どんな感じ。頭微妙だわ。オッケー、じゃあもう火炎耐性無限についてるから。お前なんだその色は。恥を知れ、ブレイズとして。恥を知れ、お前。スポーンあってよ。もう勝ちゲー、もう勝ちゲー。こういうことよ、こういうことになるから、こういうことになるから。やったら、お前剥ぎ取ってやろうか。お前こういうことになるのよ、お前。こういうことになるのよ。9本だよ、9本だよ。あと2本ぐらい。
こういうことになんねよ、こういうことになんねよ、よし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 、もう帰ろう、もう帰ろう、もう帰ろう、帰ろう、帰ろう。もうスピードが違う、スピードが違う。もうネザーゲートに、ネザーゲート作るのにかかるスピードが違う。よいしょ、そして、よいしょ、よいしょ。こういうことよ、こういうことよ。はい、で、どんどん墓地、どんどん墓地、こっちね。あ、でもあれじゃん、めっちゃ楽じゃん、これ。で、しかもこれ、ニワトリつけとけ、もうこういうことよ、こういうことよ。こういうことよ。圧倒的なスピードで夜を駆け抜ける男。もう空よ。しかももう浮いてるから、もう落下しもしないからね。もうエンド終わった、これ、もうエンド終わった、これは。しかもほら、もうだよ、もう帰った、もう帰った。あ、これじゃん。何これ、すごいんだけど、見てこれ、こんなとこにあった。でもしかし侵入するわけよ。はい、しかも図書室だ。どこだ。もう分かった、もう分かった、もう分かった、もう分かった。こういうことになるから。あったあった、やめろやめろ。じゃあちょっと最強の装備決めよう。もちろんエンダーマンの足、まあ、これかな、これかな、このまんまだな、このまんまだな。はい、こういうことよ、こういうことよ。それ、あとこれも作れ、あとこれも作れちゃうよ。これついに来ました、ついに来ました、ついに来ました。あ、そうか、違う違う違う、忘れてた。これ豚の足よ。攻撃力増長に、あ、もう終わったね、エンド終わった、もうエンド終わった、もうエンド終わった。これでもエンド撃破よ、エンド撃破。あ、やばいやばい、危ねえ。俺今シフトして完全に荒れまくってた。今死んだと思った、完全に意識してなかった。シフトするとこうやってワープするの忘れてた。あ、でもこれ簡単だ、こうやっていって、こうやっていって、あ、ちょっと待って、こうやっていく、こうやっていく、ボン。はい、で、あとは、で、あとはエンド、エンド終わったな、エンド終わったな、エンド。ワープできんねん俺は。え、あと2個じゃない、あとここ行くじゃん、こう行くじゃん、こう行くじゃん、で、ボン、空中から撃つ。あ、もうこれエンド圧倒できる。よし、行ったんじゃないこれ、全部もう全部破壊した。しかも空中戦でエンドと戦える。お前エンド、こっちか、お前こんなやつと戦ったことないじゃん、エンド。こんな空浮いてる謎のやつと、もうエンドついてこれない、エンドついてこれない、俺のスピードに、俺のスピードについてこれない、エンド、やばい。あ、エンド降りてきてる、エンド降りてきてる。こういうことで一瞬一瞬でエンドの元にたどり着く男。ここえ、やば、逃げれると思うなよ。こういうことで、あ、すぐすぐ戻ってくるから、俺すぐ戻ってくる。でもエンド、いや、効かないねん、そんなの。もう俺もどうなってるかよくわかんない。こういうことよ、こういうことよ。エンドの真正面からぶっ叩く男。圧倒的なスピードでエンドを翻弄する男。やばい、どうなってんの。やめて、エンド。やめて。うざ、エンド。もうほんと許さない、エンド。やめろ、エンド。終われ、終われ、エンド。もうやめとけ。逃げるな、現実から、現実から目を覚ませ、エンド。エンド、エンド、エンド。そういうことか、そういうこと、空中でやりたいってことか。空中で降りて戦いたいってことか。エンドの届かない高さまで来た。空中で飛んで、飛んで、で、これをクリーパーにして、エンドの足元に爆発できるかも。あ、できないわ、これ。地面にいないと爆発できないのか。爆発できないかな、これ。痛い、痛い。あ、爆発で倒せる、爆発で倒せる。行くぞ、行くぞ。爆発のとこ行け、爆発行け、うーん、よー、見た今の、この連打よ。あ、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。最後のやばくなかった、もうこれを、この連打。あんまり怒るとストレス溜まってね、変色するぞお前ら。これがあるから、え、死ぬ死ぬんだけど、あ、やばい。